bueno, contento por este proceso. Desde el principio se pone... 続いて久保選手です。試合終了の直後から溢れ出る涙を止めることができませんでした。どんな涙だったでしょうか。まあ、今日勝つって決めてきて、まあ、グループリーグで勝ってた相手だったんで、結果論ですけど、どっかで気の緩みがあったかもしれないですし、まあ、ちょっとこのゲームの重みが自分たちに理解できなかったのかなと思います。ただ最後までチームとして疲れもある中でゴールを目指す姿勢というのは十分伝わってきました。いかがでしたか。もうそんなものは何にもならないですし、結果相手も疲れている中で3点取られて、こっちは1点しか取れなくて、試合が終わって、もうこんな悔しいことないし、ちょっときついですね。すぐ言葉にするのは難しいかもしれませんが、すぐ新しいシーズンが始まってワールドカップを目指す戦いも始まります。この経験をどうつなげたいですか。もう負けたんで、次のチャンスが自分にあれば、自分はしっかり今度こそチームの勝利に貢献できるようにしたいですけど、まあ、本当に今日の負けは重いなと思います。最後にこの22人で過ごした、まあ、1ヶ月準備期間から考えるともっと長かったですけれども、どんなチームでしたか。めちゃくちゃ楽しかったですけど、もう結果手ぶらで、まあ、自分の家に帰ることになりますし、今までサッカーだけやってきて、こんな悔しいことってないし、この気持ちを忘れないようにできればなと思います。ありがとうございました。もっと大きくなってピッチに帰ってきてください。ありがとうございました。